声の調子がおかしい。なるね、やっぱりおかしいね。ワイド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 、はい、なんで誰とか。いや違いますよ、ホイティさんの子供の学園祭があって笛の調子がおかしいんですよ。あや、だだだかしてみた。あ、吹いてみようやど。あやっす、あや、あー、わかった。どうぞ、ドキドキよ。せーの、どーれー。なに今の。みんなと、ね、ハゲちゃべん、替えのパンツ。フリムーンラジオ。はい、はい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 、始まりましたよ。明日、今日は12月21日。反対芸をしてみても12月21日。おい、でしょ、でしょ。賢い。あらな、中村ゆっか聞いてるか、美咲も。めいちゃん早く来ないと。めいちゃんよ、めいちゃん。はいはい、今日めいちゃん来る予定ですので、はい、これからフリムラジオ始まります。ハイサイリンタロウ、ウルマリの MC もみやび。はい、はい、ハロハウスは後からしよう話は。はい、はいよ、はいはい。クリスマス直前でございますが、バブルの頃は花束持ってる人いっぱいいてたよね。懐かしい。オッケーバブリー、興味をよろしく。ホイティーにシャラでーす。さすが一番 C じゃん。よし、一番 C。 エコワイワイク TC じゃろ。壊れてない頃の話。はいはい、次。はいはい、じゃあとりあえずミキさんのエコザエルです。お願いします。これエロザエル書いた方がいいんじゃないか。はい、ヒトミンがチャービーです。ヒトミンが。はい、次あり。はい、はい、久しぶりです。この間の那覇マラソンの優勝した方が、なんとびっくり、知り合いでした。フリムのコセツです。ジュニア、はいはいはい、はい、ヒガだった。ヒガ違うでしょ、名前なんかテルヤさんでしょ。あ、テルヤさん、あ、出張メンバー。はい、はい、全国56,000人のイケペイファンの皆様、お待たせしました。3週間ぶりに帰ってきました、イケペイです。よろしくお願いします。これスケベシーがいいんじゃったんじゃない。ハリシッシーね。あ、これ言ったらダメだった。週に6回。あっせえ、週に6回スケベ6スケ。モミさん今日どうした。いつもよりかしましい。あいつ、はいはいはい。じゃあ今日のメニュー行こっか。はい、理科。はい、はい、んだ。はい、メニュー、はい、中のメニューは。はいはい、ですね、今日はですね、早丸ね、ビッグなゲストが入ってまいりますでございます。ビッグ、ビッグ。何ですか、それは。名前がですか、体型がですか。うん、すべてにおいてです。もう存在がビッグです。マギがチョンバ。大丈夫ですかね、ハイバル姉さんのコーナーからで。やんど、デイジロ。わかりません、もう特見合です今日。おまじ相撲と意味。テーブル的なさんに、はい、はいはい、オープニングをお送りいただいたメッセージ、そのハイバル姉さんの、いい加減な人生コーナー、そしてゲストも一緒ですね。で、40分頃からは名古屋支部からの中継となっています。はいはい、じゃあ、はい、テーマいくか。今夜のテーマはですね、はい、皆さん心してお聞きください。うり、はい、クリスマスの過ごし方。あ、この前にいいですか、クリスマスって何ですか。僕ブードウ教だからちょっとよくわからないんですけど。ザロブードウ教。ブードウ教ドゥドゥじゃない、ドゥドゥドゥじゃない。わたウトウトレイことあるやんば。うん、言っとけね。ソゼンス早くとおめ、なんかしちゃった日、なんかしたあるだろ。クリスマスなんかした、何あるだろ。何もしない。あのイエスキリストが誕生日、あ、誕生日誕生日、あ、誕生日誕生日誕生日、うまいび、うまいび、あ、生まれびやんば。いや、亡くなった日か生まれたかどっちかなと思って。俺、ケマチャの日と思ってるわけよ。ご葬に行った日かな。あ、自分も自分もそっちだ。なんかした日、なんかした日、燃えしようぜって言い出した日じゃないですか。あれ、生まれた日ですね。マリアがなんかしたからキリストが生まれた。マリア、マルマリア読めたのな。アマチュマリアな読めたの、すごいわね、ディエジロ。進めてもらっていい。はいはい、あれ、マチュマリア。大丈夫ですか。うちらのリスナーさん、オンリーロンリーの人が多いと思うんですけど、いい、大丈夫やん、ホッとするような投稿じゃなくて、寂しくなるような投稿ばっかりだったらどうします。そんな寂しい、みんな
メールアドレスはムーンアットマーク FMGINOWAN.com MOON アットマーク FMGINOWAN.com。 またこの番組はユーストリームで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。あとツイッターも連動しているので、たくさんのツイートも待ってます。この番組はシーベースダイビング中川名木流海企画闘牛のキラキラグループ沖縄そば金太郎フリムーンファミリーの提供でお送りします。はい、なおそっちで読んで、これですか、うん、はい、サイマル放送もやっています。リスンラジオで FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページにも再生ボタンがあります。完全に同じ放送をお楽しみいただけます。スマホでお聞きの場合は無料アプリリッスンラジオで聞いてください。全国のラジオ局から九州沖縄をクリック、 FM ギノワンを選曲してください。はい、ヤンディロ。はいはい、お願いします。はい、それで一旦 CM です。ペースブックはパッチメカチキ。もみの声が聞きたくて FM797 聞いてます。ハゲは映らないよ大丈夫、皆さん優しく聞いてください。フリムーンラジオ。はいはいはい、少し1分だけいいね。1分よ、うん、あの知能要請、ちょうどあの南城市じゃない、あの八重市町のところに、弁当屋さんがあって、ハロハウスっていう弁当屋さんがあってから、そば食べに行ってからそば売り切れやんばって、今日はちゃんとよ、本当に紙に書いてから「モーミー様へ」ってから書かれてるわけよ。おう、うん、すごい。おこれよそばよ、うん、もうこれ食べるな封じしてワンのだからってよじゃあし、たまたまありがちょんばって、あのあれだだだだだだ、もずくゴミがあれがこれ見てわもしちゃんかサインしてから帰ってきよったに、うん、あんまり面白くないでしょ。でもハローハウスは上等よ、あれはもう気に入った。ワン八重町の人になってもいいですね。あ、八重町が断ると思います。そうかね、はい、ハゲはいらない、大丈夫、懐かしい皆さんはいはいはい、じゃあメール行く、今日のメールは何だった、うん、クリスマスの過ごし方。あ、過ごし方、クリスマスの過ごし方にはしていいや。またどんなか、僕はもう決まってますよ、毎年晩酌です。晩酌、はい、じゃあさに和人晩酌、はい、うん、はいはい、行きますよ。こんばんは、フリムーンラジオの皆さん。おかしなこと言えないラジオネーム、今日も多分おかしな銀のトロンボーンです。はい、トロンボーンさん、はい、ありがとうございます、はい。今夜のテーマ、クリスマスの過ごし方、それは今年はくも字の交差点横へ行く予定をしています。暴走ですか、うん、ムーシーかよCBX かな。あ、これあれね、那覇市西町のラジオ局の毎年やっている24時間のイベントを見に、かっこ募金も芸達者なリスナーたちも、リスナーさんも見に後からやって、ミュージックソン、ミュージックソンでしょそうだ、あれって毎年、うん、あれ2時間ぐらい枠で、あのリスナーさんが歌を歌うんですよ。何今年もサバチャイジンジョ、トロンボさん来る、入る、中入ってひふみさんも、ええ、今年も去年に続いて今年も出る。あ、違うよ、わ、話しつれ、あれやんど、4時半とか5時なるさ誰もいないんで、去年俺いましたよ、最後まで。あ、ちょっとな、朝の4時まで
トロンボーさん寂しい。だからいいしょ、ね、アタングワに読んだらまたいろんな人来るよ、ヤンドや。はい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 、はい、じゃあ僕行きましょうね。はい、はい、ありがとうございました。倉敷ののんぺと申します。はい、のんぺさん、はい、こんばんは。イケペさん、もみさん、はい、フリムーンラジオの皆さん、はい、名古屋チームの皆さん、体調はいかがですか。今日のテーマ、クリスマスの過ごし方。我が家は特別なことは別にしません。嫁さんの誕生日が近いので買い物に行ったり、イルミネーションを見に行ったり、別にケーキにこだわらず、うん、美味しいものを食べたりします。たわいもない一日ですよ。フリムンラジオの皆さんは彼女彼氏と雰囲気のいい場所で楽しいひとときを過ごすのかな。クリスマスケーキも食べますか。プレゼントを渡したりして素敵な日にしますか。皆さん風邪をひかないように気をつけてくださいね。またメールします。バイミー。あれだ、ね、クリスマスなんですけど、クリスマスなんで、うん、いつもの天ぷしゃめが、うんうん、うどんです、うん、おお渋い。 おでんもありますね。渋い。おでん渋すぎる。おでんにサンタクロースの人形を渡ててほしいや。ハッサノンペさんのこの数々の質問、僕らに対する嫌がらせですね。いやことや。ノンペさん、またムル独身でんの。星一つ。シングルベル。うん。一、はい、人は星二つもいるけどよ。あは。まさかや。バンド。そんな異常な人いないでしょ。バイオ。生身としてあれ。はいしてはい。はい。スナッチョレ。ありと。うんちやさん。はい。人格に問題があるんですよ。星も二つもアランド。はい、なんだろ。はい。次。OK。うん。シモンドはい。はい、行くよ。はい、クリスマスの過ごし方。はい。白棒兄やん。ああ。アシロボニーさん、はい、はい、フリムーンの皆さん、リスナーの皆さん、名古屋から割り込みの皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。クロコダイルのセカンドバッグに札束を入れて持ち歩くシロボニーヤンです。すごいや。人無茶や。モミさん、車の末端価格はさ、パンフレットにある価格やし、メールを会計よ。さて、クリスマスの過ごし方ですが、ザギンでお姉ちゃんのいる店行って、店にあるすべてのドンペリを開ける。そんなことくらいしかできないな。スケール小さいでしょ。モーミーさんなら店ごと貸し切りにしちゃうよね。やっぱフリムーンラジオの MC はやること違うよね。勉強になります。あー、変な夢見たなって笑、ええ、ごめん、シロボニア。モーミーは多分出禁になります。貸し切りじゃなくて、はい、サポート料で。わ、クリスマスバービーか。一日ちょっとこっちから見える観覧車を、うん、あれ借りてる。はい、モミごめん。どうちょいゴルゴル。モミ、重量オーバー。あ、やらや。はい。どうちゅうで重量オーバー。どうちゅう、どうちゅうしな。デジャス。え、最近骨折はのぐら彼女ができたって聞いたけど。いや、仕事で忙しいから。やだ、スケベゴや、ゆくしもにしや。だわわいちゅんだ。はいはい。これはあれだね。苦しみますの過ごし方。これはないね。苦しみないないけど、ちょっとこれちょっと短いやつさ、一言ね、はい、皆さん iPad から送信、はい、終わり。頼むっす。のが動くとはにくいもそりゃ。いや、楽しいはずと思って。じゃあ、ねえ、じゃあさ、はい、レンちゃんでもう一つ言ってみよう。はい、はいはいはい、はい、はい、じゃあこれは、件名はないね。これフリモンメンバーの皆様こんばんは。ドメディコ・サンティニーです。アシャビカンティスさんは、はい、これ週末、これクリスマスの過ごし方は、サンタクロースと一緒にプレゼントの配達で忙しいかもねーに。配達はあと彼女とデートだけど、しなさりはどうや。それまで彼女は待ってくれるかな。好きだよーに。心の、はい、やっぱ勝ったでごわや。あの放送に載せたらダメだな。モミの心の声はな。心の声ダメだよ。これはちょっと放送。これすみません、本当家族と過ごすってね。って話だけど最初は、うん、だからマリプーはそういうさ、いいヤンバって、これが本当ヤンバって、家族と過ごすさ、うんうん、だけどモーミーは、うん、一人で、あ、大丈夫、インゴをあげる今、あー、だめ、なでじゃと、恋人はサンタ、恋人はサンタクロースに帰ればいいのや、スターチャークロースに、そらまずいでしょ、話もあるね、すごい。はいはい、じゃあ、いや、もうそろそろね、一旦、姉さん今日張り切ってるみたい、先週来なかったさ、あー、イエス、張り切ってるみたいだから一旦ね、ちょっと CM 入ってから、はい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 、
はい、皆様こんばんは。3週間ぶりのハイバル姉さんです。姉さん久しぶり。寂しかったでしょ。寂しかった。大変だったのよ。あ、何があったのかしら。クーネーのとこ行ったりさ。あパクよパク。あ、あ、元気だった。元気なの。あ、元気だった。お茶、私がお茶あげたのよ。お茶あやんなさいっつって。 あれ姉さんだったのね。そう、まあ、まあ、大丈夫。もうちょっと落ち着いてきたから。あ、よかった。今週から復帰よ。うん。ところで、しろこちゃん、はい、あのどなたかしら、この目の前に2人いるんだけど。そうね、ちょっとチェルチェルランドのお隣ぐらいから来た感じの ね、ちょっと素敵な。なんかさ、2人で1つの、はい、なんつーのこれ、うん、耳当て分け合ってるじゃない。姉さん何年生まれなのこれ多分私分かんない、うん、いろいろ見てきたから、うん、ビジネス仲良しよ。じゃあちょっと自己紹介で ね、お声皆さんに聞かせて。ピンキーポンキーです。よろしくお願いします。あらあらあら、いらっしゃい。いらっしゃいました。でも大丈夫、このコーナーからでちょっとドキドキしてます。皆さんが頑張りながらよろしくお願いします。もうちょっとご紹介しなさい、うん、今、うん、2人のコンビ名しかまだ知らないから、みんな、うん、はい、あの私たち沖縄県拠点に全国で活動してます、 お笑いコンビです。ピンキーポンキーと申します。はい、こっちちょっと丸い方が丸い方が大丈夫よ、どっちも丸いわよ。じゃあ大丸の方が丸子と、丸子ちゃん申します。丸子ちゃん福岡大丈夫、どっちも福岡だから。より大きいのが丸子、丸子ちゃんね。はい、ちょっと小さめの福岡は舞ちゃんです。よろしくお願いします。丸子ちゃんと舞ちゃんね。はい、どうなの、全国的な展開ってんだけど、向こうでは何かしらもうやってきたのかしら。あ、ですね、私たちはそうですね、あの今はいろんなとこ行かせてもらって、あの道で踊ったりとか。道で踊ったりとか、はい、あとですね、何、あなたたちもアスカなの。ちょ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 アスカではないの。え、なんだろうななんだかな。あの今はですね、私たちあの活動1年目で1年生なんですけども、はい、今はピカピカの、はい、あの特にあの、うん、なんだろう、うん、活動は、あ、司会とかやっちゃったりするの。あ、まだ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 なんですけど、志望してます。今現在あの LINE ライブという、 LINE ライブ、はい、あの LINE さんがやってる、あの生配信のアプリで。あら、今風な、はい、ねほら、はいはい、毎日その LINE ライブで配信をしています。ま、毎日、はい、毎日毎日ネタあんの。もうあのすごいわね。考えながらいろんなところ行って、はい、いろんなことをやってます。じゃあさ、この流れでいくと、はい、ちょっと一発見してよ、はい、とっておき出しちゃいなよ。じゃあその LINE ライブの中で、人気のコーナーというかやってるコーナーがあるんですけど、あいちゃんはちょっとどこの鉛かしら。これはこれはあチェルチェルランドの隣の国ですかね。あ、そうなんだ頑張ってねあ、かわいいね、ピッピー何この子、自分で終わらしちゃったはい、あ、なんだっけ、LINE ライブ あのコーナーがあって、あ、まあ、要は早口言葉なんですけど、あらあら、はい、あのマルコが得意なんですよ。マルちゃんが、はい結構得意でそれをあの毎回っていうぐらいさせてもらってるんですけど、そんなに自分でハードル上げるってことは相当自信あるってことね。かなり自信があります。じゃあそれちょっと一つやっても大丈夫ですか。バッチコイ、はい、はい、OK ですか、いきます、はい、皆さんよかったらあの乗ってください。リズムに乗ってありますので、あのよくご存知なあの曲だと思います。あら、求めるの、意外と強欲ねいいわよ、いますよ、乗ってあげるいきます
ミュージックスタート。ワン、ツー、スリー、はい。チャランチャラン、チャランチャラン、チャランチャランチャンチャンチャー。チャランチャラン、チャランチャラン、チャランチャランチャンチャンチャー。カエルピコピコ、ミピコピコ、合わせてピコピコ、ムピコピコ。ヘイ。チャランチャラン、チャランチャランチャンチャンチャー。チャランチャラン、チャランチャランチャンチャンチャン。ほい。カエルピコピコ、ミキピコピコ、合わせてピコピコ、ミピコピコ。調子がいい、調子がいい。今日絶好調かもしれないな、今日は。はい、絶好調。ちょっと一言いいかしら。はい。あなたたち舐めてんの？もう。ただ楽しく早口を披露しただけじゃないのこれ。これを毎日も真剣に、はい、世界を目指してあのやってます、はい。これで世界一目指してますので。ね、一番なれるかな。なれる、なれる、いけるよ。もうある意味今なってるわよ。そうですか、うん。認められたよ、お姉さんたちね。質じゃないの。やる勇気なのよ。はい、肝心な勇気は誰にでも負けないと思います。誰よりも折れない心、うん、今日のテーマです。リズムがいいわ。会話のテンポ独特でいいわ。 ありがとうございます。ありがとうございます。よかったね。じゃあちょっと空気変えるために、はい、お便り来てんの？お便り来てるわよ、お姉さん。じゃあちょっとね、うちのこのコーナーの常連リスナーさんで、はい、とっても面白い投稿をする人がいるから、はい、勉強になると思う、はい、楽しみ。ありがとうございます。じゃあ行っちゃうわよ。ハイバルネーネムルフリムーンの皆さん、こんばんはっす。ラジオネーム3代目メンソールブラザートムでした。お久しぶりの、ちょっとなんか出だし慣れ慣れしよね。お久しぶりのコーナーで張り切っているのではないでしょうか。もう今週はクリスマスですね。姉さんは誰とお過ごしになられるんでしょうか。もちろん私は愛用の怪しいワイフと一緒にドライブに行く予定です。あ、口開けっぱなしのやつね。場所は松山あたりですかね。どこかおすすめの場所はございませんか。それでは最後まで頑張りリン。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 誰と過ごすかって質問なの？そう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 。まあ単純に それね。皆さんの目を閉じてみて。うん、ほら脳内に私がいっぱいいるでしょ。あ、ちょっと私みんなと過ごせるから。姉さん消されてるわ。二人から消されてるわ。じゃお花飛ばしましょう、まる子。大丈夫。お花。夜中にまた出てくるから。強烈だ。だ今日は終わるわね。今日は。じゃあピンちゃんポンちゃんさようなら。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。はい、だーい。リューティーのてるきなたけみです。私はフラーソング、フラートークが大好き。ハゲチャビンも大好き。そんなフリムーンラジオを応援します。はい、さーい。リューティーの日賀さとしです。友人のブラック日賀さんに代わります。わあ、俺はブラックトークのフリムーンラジオにハマってるぜ。やめつきになるぜ。聞いてるか？おい、イケベ。そんなフリムーンラジオを応援するぜ。あっし、はい、ピンキーポンキー、はーい、はじめまして。はじめまし、まし、デジッタ見てね。え、目の前にハゲがいたらどんな感じね。大黒様だなと思いました。大黒様、縁起物じゃないかなってね。笑うかぶんで、ほら服が来るよ。あ、いやいや、え、これ一旦ハゲれやもんや。さっきのあの、はい、ハイバル姉さんはどんな感じだった？あ、もう夢に本当に出てきそうね。ね、どうしよう。あー、あー、そうね。あのピンキーパンキーはあるね。パンキーポンキー、あ、ポンキーピンキーピンキーポンキーは、はい、失礼ですけど出身はどこ？あ、那覇の、那覇です。那覇と富城です。はい、あー、那覇と富城、はいはいはい、どうやって出会ったの？だからや、どんな、んーとずっとあの知り合いではあったんですけど、学生時代から、学生から、いや、あの成人してから、はい、ね、あ、成人してからね、はい、で、今年去年ぐらいか、あの急に仲良くなって、あ、ギーチャビは、これまでも仲は悪かったわけ。あとちょっと鉛あるね。端と端ぐらいにいたんですけど、あー、ちょっと真ん中に寄って、まあ、歩み寄ってきて、ね、楽しいことをいろいろやってみようかっていう、はい、まあ、こんなきっかけで、軽いきっかけから、二、まあ、人は年はちょっといたらダメなの？あ、いいですよ。年いくつね？あ、聞いたらびっくりするかな。29です。あ、29。あ、まあ妥当じゃない。頭に取り除けた29歳です。29と行こうよ。可愛いでしょ。可愛い。で、どうなの？今日のさ、うちのテーマがクリスマスの過ごし方なんだけど、はい、ピンキーポンキーの
お二人のクリスマスの過ごし方は、はい、クリスマスはね何するかね舞ちゃん、もう決まってるさ。そうね、うん、まあ、あの5時にお買い物が終わるでしょ、パレットでお使いが終わるでしょ、待ち合わせしてはい、でパレットで、うん、一緒に待ち伏せ、うん、待ち合わせか、あの待ち合わせして、二人で待ち伏せってどういうこと、誰か買うの、あの人待ち伏せしてね、そのまま美味しいで、あのお店に行ってケーキ買いに七面鳥からチキンから、うん、唐揚げから食べて鳥で続くんだね、クリスマスですからね、もっと言わない見ないでね、鳥が食べちゃうんだ、鳥見ないでね、ないよ今日はね。あのどっちがピンキーだけ？まいちゃんがピンキーです。あ、まいちゃんはピンキー。あっちパンキー。ポだとかさっきからポンキー、あポンキー、あポンキー、ポンキー、確かにちょっとパーンと跳ねてはいますけどね、ポンキーあれだね、あの漢方かわいいねでしょ、よく言われます、漢方に憧れるわけわんよ、お分けしますかね、後でデージパッチビックして取り除けたらいいですよ一緒に、というわけですよ、あれ本物のせるわけさ自分の、あもう上級者だね、お兄さんはやっぱり、そのレベルまで、詰まっていかんけね、お前はチャーパーあるね、なんだって、分かんないな、なんか言えば笑っとけばいいから、楽しくしてきたね、あらららら、方言は少しわかるでしょ、なんとなくですね、なんとなく、なんとなく、ギチャビよ、いった方言勉強さんねや、今の若者は、そうですね、ごめんなさい、そんな今のいった三条目ねってから、あ、告知です、あ、告知、うん、はい、いいでしょうか、はいはい、あります、質問の、はい、時間もわずかなので、はい、さっきの、LINE ライブも毎日配信してます、うん、っていうのもそうなんですけど、うん、どうやってそれは見ればいいのか、あ、LINE ライブというアプリがあるので、はい、そちらを入れていただいて、ダウンロードしていただいて、ね、そこで、カタカナでピンキーポンキーと、はい、検索していただくと、はい、いろいろ出てくると思うので、こんな二人が出てきますので、はい、声が出てくるのですぐわかります、はい、だいだい見てみようね、はい、お願いしますで、あともう一つ大丈夫ですか、いいよいいよ、はい、あ、すごいやつだね、バンナイって、はい、はい、すごいやつが、はい、県外の関東の、うん、はい、FM 富士山の曲なんですけれども、はい、はいはい、はい、FM 富士という曲で言えばいいのかな、はい、曲で、今夜は覚醒パピプペポンという番組があるんですけども、読んでいただいて、ね、はい、その番組に読んでいただいて、はい、来週ちょっと収録に行って、はい、多分来年の、放送になるんです、うん、これ見れる、あ、多分いろインターネットでいろいろ再生できる、あのユーストリームチェットか、はい、見れると思います、はいはいはい、でそれに、じゃあこれまたあれしてね、もし日にちが決まったら放送予定のよ、あ、ぜひよろしくお願いします、はい、お願いします、はい、はい、でこの番組がいいですか、もうちょっと、はい、この番組が、川柳をいろいろ紹介してるんですけども、あ、はい、まあ、あの番組名に、ちなんでハピプペポと、あ、見えました、ああ、こっちで映ってるかな、はい、ハピプペポと、あの最後川柳の最後をつけて、いろんな川柳を、何言ったっけ、はい、はい、例えば、クリスマスチキンとともにパピプペポみたいな感じで、はい、セルの最後をいろんなパピプペポ、はい、今ちょっと恥ずかしかっただろう、いやもうオチはもう決まってるこれはもう絶対パピプペポっていうテーマで、もっとすごいのがいる、後から出るけどこの本にそれが入ってるんですけど、これでも帯に全部最後パピプペポ、あ、最後にパピプペポ、はい、これがなんか、うん、お決まりで、いろんな傑作の川柳が入ってる、あ、ちょっと一応さ、パンプキン、パイは南京、パピプペポ、はいはい、面白いな、川柳が楽しいのがいっぱい入ってるので、これで本出せるって綿毛って言うんじゃさりさや、また調子かろ、順に上位だないので、この本が12月に、今月発売されまして、はい、はいはい、今沖縄ではまだ書店の方ではまだ置いてないですけども、はい、うん、アマゾンとか、あ、アマゾンとか、はい、県外行かれる方は東京で紀ノ国屋さんとか純駆動さんにあるので、もし気になった方はぜひチェックしてもらいたいなと思って、本当の全国展開だね、すごいありがたいことに、はい、頑張ってます、わも連れて行って MC も、いいですよ、おんぶしていきます、あ、DJ はパピプペポンのですね、うん、DJ は元週刊プロレスの編集長やってたターザン山本さん、ね、すごいよね、書いてあるけど、ターザン山本有名人だよね、はい、
か DJ されてるみたいなので、はい、よかったら、ありがたいことに読んでみて。なんか今ツイキャスで、かなささんって方が初見です、ピンポンだカナサさん、カナサさん、どなただろうね。ラインライブの名前は何だろう。ラインライブで多分見てくれてるのかな。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、結構ファンいっぱいいるの。ファンクラブもあるの？あ、ファンクラブ、はあ、ファンクラブあるの、あるっけ？あるっけ？いやデジャスや。あるみたい、あるみたい。ファンの方が、タイムリーなんですけど、くれるような話を今ちょっとがあって、はい。ありがたいです、はい、可愛がっていただいて。そんな楽しい時間ももうすぐ、はい、あ、はい、だからね、はい、もうない、もうありがとうございました。はい、とりあえず今の告知は、はい、あ、はい、いいです、以上です。はい、もう今からまた忙しいんでしょ。忙しくなれるようにもう社会力頑張りたいと思います。大丈夫大丈夫。でもあれだな、あのピンキーあれだね、見舞いよ、素敵だね。これポイントですから。気づいていただいて、やっぱりありがとうございます。あ、ポンキーです。あ、ポンキー。本日のゲストは、はい、お笑い芸人のピンキーポンキーさんでした。はい、ピンキーポンキー、はい、ありがとうございます。ありがとうね、はい、みんな優しく逃げさびる、はい、お願いします。はい、ありがとう。フリモの番組やって順にわたふらと思われてないかや。だからよ、リスナーまでみんなフリモン封じになって、そろそろフリモンラジオ終わるんじゃないか。はい、ヌガマリはフリモンの人大好き、萌え萌えキュン。フリモンでよかったっすね。よかった、生まれつく感じを見せたよ。フリムーンラジオ。40分までメール。俺から行きましょうね。長いのが。はい、ゲストピンキーポンキーさん、すごかったですね。あったデージャスさ。すごいわ。なんかハエバル姉さんが言ってましたよ、さっきばったり会ったんですけど、うん、霜はダメですからねって、あの怖かった、禁止されてたらしいです。すごい、ね、圧力すごいですよね。でもビビったイケペ久々に見た。答え8でビビってたら最高やっす。メールいっぱい来てるから、はい、メールはいはい行きましょう、はい、メールちょっと、はい、僕行きましょうね、はい、こんばんは、はい、こんばんは。メンバーの皆さん、ゲストのピンキーポンキーさん、リスナーの皆様、兵庫のシーサーの嫁ミーさんです。はい、ミーさん、はい、ミーさん、これミーさんです。初めてじゃないか。ミーさん、あ、ですかね。ありがとうございます。先週も来てたはず。あ、ヤンバ、はい、いやいや、今日は春のような暖かさでした、うん、小春日和って言うんですよね。それに今日は冬至なので、かぼちゃ食べて柚子風呂に入ります。必ず毎年実行してます。だからしなかったら気持ち悪いんです。ゆずは人にもらったし、ラッキーな年です。そんなことより今日のテーマ、クリスマスの過ごし方ですね。きっと皆さんはおしゃれなクリスマスを楽しむんでしょうね。うちは鍋でもします。赤ワインでも開けて、いや泡盛かな、焼酎かな、まあいいや、どっちにしろ普段と変わらないのだ。ただ今日クリスマスツリーをやっと出して飾りました。やっぱケーキは欲しいな。ケーキ予約してないから、夜ブラッと買いに行こうと思っています。安くなってたりするから。皆さんはパーティーとかするんですか？この時期忘年会とかあるんで、飲み会ばっかりとちゃいますか？ではクリスマス楽しんでくださいね。まったやとのことです。はい、ありがとうございました。みーさんさんはということは、これ内地の方ですね。内地やすさや。しかも絵文字が可愛いんですよ。だからよ、これすごいやすさ。クリスマスツリーからワインから、ね、これ女の人かでしょ。だって C さんの嫁だからね。あ、嫁、うん、あーあ、 C さんの嫁さん、あの、うん、自分たちのクリスマスの過ごし方はいつものよりも寂しく、お家でもマルバイでも飲んでます。かわいそうに。はいはい、はい、いやいやそれ無理や、まあ、多分、はい、マルバイはもう見えだけ。あ、いやがや。はい、じゃあ行こうね。はいいいよ。はいはいはい、はい、フリムンラジオ、うん、シンカーソングライターの皆さん、うん、あ、メリーピンズ、ね、誰メリーポピーンズ笑えって。あ、ヤッケーシーじゃな。よかったですね。はい、はい、行くよ行くよ、はい、牛乳よりもジューシー上宮。牛乳屋のひふみです。ごっくんちょ、ごっくんちょ、はい、してクリスマスを
イブの日はパレット前のステージで大城智也と一緒に音楽して、はい、夜10時からはリスナーが歌うコーナーで歌うよと、うん、で25日は仕事の、うん、仕事25日仕事に泣き何がクリスマスか泣きって泣いてる泣いてる、はい、終わり。冷やみ口東北、冷やみ口九州って、はい、ありがとうございます。すごいんすよ、急に。去年のミュージックソンで見たんすけど、うん、福山雅治の最愛歌ってたんですよ。めちゃくちゃうまかったっすよ。あ、じゃあな、もうみんなパーソナリティ、うん、スースー先生とか、うん、小橋がゆい子とか、うん、みんなポワワワーンってなってるんですよ。一回聞いてみてです。ニアの奥さんも久しぶりに女の顔になってました。でも今年あれじゃない、すごいステージ舞台やったりとかして声すごい出るから、うん、だからや今年は PPAPR って言ってましたよ。おう、似合う、すごい終わる、絶対似合う私絶対似合う美声がもったいない、ね、もうちょっと歌って、はいはい、ピーピーパピー、はい、行きましょう。はい、行きます、うん、フリムーンネーム、エイミー姫です。はい、姫、はい、ありがとうございます。フリムーンラジオのスタッフの皆さん、名古屋チームの皆さん、久しぶりです。はい、久しぶり、ゲストのピンキーポンキンさん、ようこそフリムーンラジオ局へ。フリムーンズリスナーの皆さん、お疲れ様です。はい、今日のテーマ、クリスマスの過ごし方ですね。クリスマスはいつも結婚記念日と一緒に家でゆっくり祝いながら過ごしますよ。すごいな。わざとしんちゃん、またしかさしくさしやるパンクやや。クリスマスイブ12月24日、結婚記念日34年目。すごいや。長って書いて、自分で長って書いて、ね、パパさんが絶対離れんぱー、かっこ離れたくない仕草するから34年もくっついてるさ、かっこ笑。はい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 。あ、そういえば、はいはい、土曜日は祭りに行きますが、その時結婚記念日だからみんなで祝ってくるさ。あー、祝いますよ。はいはいはい、はい、これわざとだな。結構ちゃっかりしてますね。さすが自分のラジオネームに姫ってつけるだけありますね。フリムズの皆さん、楽しいクリスマスをお過ごしくださいね。ありがとうございます、はいはい、ちょっとあれの早期部に追ってからちょっとあれじゃないかね。もうその話もういいから。エコさんの冬の T シャツ自慢と同じぐらいうんざりしてますけど、ね、はいはいはいですね。すいません。しかしすんません。であれですね、もういい年でもやっぱのろけるって素敵です ね、 ね、あ、やんばよ、こいいよね、すごいですね。人はこなしていかないとあれだよ、順に、うん、のろける人いないのに、うん、ワン最近か、あ、輝いてるでしょ最近、うん、はい、ありがとうございました。はい、はい、じゃあ僕いきます。えー、バルカボチャ。泉佐野の特急サザンです。はい、クリスマスの過ごし方ということですが、クリスマスは仕事なんです。それも夜中12時までの仕事なんです。だからクリスマスは僕には関係ないですね。かっこ、ここ数年ずっとクリスマスの日は仕事しています。かっこ閉じ。では最後まで放送頑張ってくださいね。はい、わかりました。ササさん、かっこする意味ないと思うんですけどね。あら、寂しいやんばって。いや、まあまあ、サザンさんは僕予想通りでした。いや、そこと予想通りやこと、なんていうの、こんなしてたら絶対閉じ当たらんよってから教えたわけよ。あ、すごい余計なお世話ですよ、もみさん。あ、のが、あ、そっか、一回は間違いでやってましたもんね、もみさんもね。あ、フラヤヌブラブトゲ。もみからのアドバイスで、早く豆腐見つかればいいのに。いやな、みんな前浴びらんけ。どこ行ったのかな、豆腐買いに。魚の腐れたみんたまに送ったこと、ボツやったっすでしょ。あかんねえ。ただの悪口どうや。ダメでしょ。あっさびや。いっちゃうよ。いや、 T シャツ穴開けない。はい、俺でもやる。ボツやった。やんば。品がないって。あっさびや。はいはい、まだまだいらる。ちょっと、うん。あるんだけど、いっぱいありすぎて、もう、早めに。ああ、パパ。終わらしたいなと思うから、ちょっと早めにつないでみて。ああ、つなぐ？フライングで。早めに終わらせたいなって言い方が、はいはい、どうかと思うんですけど。じゃあ待って待って、はい、あの、リンビアが終わりました。名古屋の皆さん、あ、寂しい病気だったんですか。しんどかったですよ。しんどかったですよ。復活してる、復活してる。こんばんは。はい、こんばんは。名古屋のダンサーズでございます。はい、だってみんな心配してたよ、リンビア大丈夫だったかなってから、うん、台湾行った後だった。あら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 。いろいろなところがね、チク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 してました。ディジャスさん。もう、3日間高熱にうなされて。うわぁ。大変でした、ほんと。でもあれ、あの、うん、治ってから1週間後がなんかあるって言ったさね。うん、1週間後。そう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 、あの、1週間なんですよね。で、うん、まあ、今日が、まあ、一週間ということで、これでよく、これでね、
やっと社会に出れました。あ次からは高いお店にしてくださいよ。ケチって安いお店に行くからですよ。そうなんですか。あ、だからよ。池辺さんまたよろしくお願いいたします。あ、トビーが。そういえばですね、モーミーさん、今日、はい、行ったお店で、なんていう名前でしたっけ、ハゲハウスでしたっけ。ハゲ、うらやくり、デジロや。ハルハウス、畑って書いてくれ、あれやんばよ。沖縄では畑に、ハルやんばって、ハル。ハルって言うわけよ。ハゲハウスじゃなくて、ハルハウスなんですね。今や、聞いてるはずだっち。ほんと、ハゲハウスに直したいけどや。いやいやでも親切には本当にそば残してたからもう看板っていうか紙まで貼ってくれてたハゲハウスの皆様方あれですねなんかナオトインティライミさんと接ってるみたいですねこれ分からんわけよナオトインミンダイブって誰かターンが俺ダンさんダンさん今のはダンさんの失敗ですあ失敗ですか相手はモーミーさんですよチョイスこの人が分からんわけよ、呪文はよ、うん。はいはい、名古屋はどんな状況ですか、まあ、詳しくは、うん。あ、ということでですね、うん、まあ、病は、治りまして、うん、まあ、昨日から社会復帰をしたということで、ようやくですね、これで調子に乗ってきましたので、ラジオ祭り、はい、どうなるんでしょうね。ウリヒャー、はい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 、ラジオ祭り。まあ、そんなところで、そのラジオ祭りも楽しみにしているこの方に変わります。あ、皆さんこんばんは。はい、こんばんは。好きです。なんか黙って聞いてたら、なんか病名が違うじゃないですか。あ、間違ってた？ちょっと狸が言ったんだよ。なんか本気で誤解する人がいるかもしれないので、メインのために言ってきます。男ならしょうがないんです。だからよ、もう仕方ないさ、もう。これは目つぶって、目つぶって、この話はもう終わり。そうですね。まあ、真面目な話ですけれども、本当にダンサーズインフルエンザの A 型になりましてですね。言っとこう、それはね。でも、なぜかこんなに流行の最先端を行くのがね、インフルエンザだと思いませんでしたけども。でもすごいね。何が？いや、もうとにかくですね、我が家ではね、隔離生活をしましたね。どんな人暮らしてたわけ？部屋もバラバラ。あ、もう本当にあれですよ、もう寝室からトイレから手洗い場から全部別々ですね。あいや、じゃあ、チューもしなかったんですか？おっと、どうしました？どうしました？チュー、タイガウリ。すいません、イケペイさん、王子の前に滑らないでください。あ、滑ったんですか、これは。いやけど。ダンサーズはじゃあ、先に滑られると、後から滑る人が非常に出づらくなりますので、よろしくお願いします。はい、富本。はい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 。真面目な話ですけれども、なんかインフルエンザとかノロウイルスとか流行ってますので、うん、皆さん手洗い、うがいをしっかりしてくださいね。というところで、じゃあお待ちかねの王子、呼んでみます。王子。はーい。ハゲリ王子でございます。皆さん、こんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。はい。先週大丈夫だったね。ちょっとまだですね、喉がですね、ガールズバーでカラオケ歌いすぎちゃって、まだ喉がガラガラしてるんですけども。ね、池辺さん。はい。あとね、それとね、今日ピンキーポンキーさんのね、マルコさんにエールを送るつもりだったんです。はい、はい。でも、名古屋中継の前に帰られてしまったので、急遽、今日はですね、僕がリスペクトしている、イケベさんに、英語を送りたいと思います。あ、よろしいでしょうか。放送終わってからにしてもらっていいです？いや、放送載せますよ。あ、そうですか。今日は本当に、気分が乗っちゃってますからね、いきますよ。イケベ、フィリピンパブのお姉ちゃんには内緒ですよ。肋骨、さすりましょうか。あれ治りも早いと思います。あれだ、マスクマン。え？はいはい。ちょっと聞きたいけど、祭りの時はサイン会はあるのかな？やりますよ。あ、やる。かなり練習してますんで。ああ、そうね。
あのマスクさんのためにやってます、ね、特別にセルラースタジアム内で場所取ってますので、あっち、うん、ど真ん中で、はい、あ、我々はあの外側の祭りで盛り上がっておきますので、はい、あそこで、やっぱり それも隔離、やっぱり隔離されて、あ、いや、隔離じゃないです。あの、うん、特別席ご用意しておりますので。特別席だね。ありがとうございます。はい、セルラースタジアム消灯したら、即座に出ていってくださいね。うん、あ、そうでございますか。はい、本当はね、一球ぐらい、球でも投げようかと思ったんですけども、サインして終わりってことですね。そうです。サインして終わり。あれちょっと、真ん中にテーブルと椅子、小学校のテーブルと椅子用意しとくから。はい、皆さん、どうもありがとうございます。うん、はい、ツイキャスのコメントを、いただいております。ナルトラさんから、安定の滑り、はい、進撃のめいちゃん、行こうと言ってますので、ぜひ、セルラスタジアムにお越しください。あ、セルラスタジアム前スタジオでございます。ピッチャーマウンドです。あとですね、世田谷のコーラゼロさんが、ホワイティさんが拝んでるやし、笑いになってました。拝んじゃった。ありがたくて、あと、みそさん、はい。ありがとうございます。みそさん。ではですね、またですね、みそ、ラブコール来てるよ、ブルガリさんから。ブルガリさんから中止して。ブルガリさんからなんです、うん、俺と中止しろって来てる。ラブコール。はい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 。以上、名古屋からお伝えしました。ありがとうございました。なるほど、どうやらすごいな、みそにさんの弱点は中の話だよね。あ、やっさや、つかみましたね。じゃあ今度沖縄来た時はみんな口立っちゃうから、ね、それや、これなるほど。はい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 、うん、ところでもういつもの滑りだったや。あ、そうだ、うん、名古屋の3人さんにクリスマスの過ごし方聞くの忘れてましたね。ああ、やっさや、あ、違うか、ラジオ祭りですね。ラジオ祭り、なんでラジオ祭り来るから、もう、うん、あれさ、その時の話すればいいさ。いやいやいや、はい、もういい、個人的によ、個人的にって、はい、メールメールメール行こう。発見長ね、発見、はい、はい、行きます、うん、フリムーンラジオの皆さん、うん、ピンキーポンキーのお二人さん、生放送、はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。イケペイさんを尊敬している進撃のめいちゃんです。この野郎、嘘じゃないよ。嘘だな。ではクリスマスの過ごし方、まず24日も25日もお仕事です、うん、朝から夜までぶっ通してございます。その1日前にはラジオ祭りに参加して満喫したいと思います。今年もにぎわいそうですね。そして今日はお笑い芸人の2人、ピンキーポンキーのお二人が来ているので、うん、無茶なふりですみません。元芸人のイケペイさんと、なんかイケペイさんも使うような一発ギャグがあればイケペイさんと一緒にやっていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。残念でした、もう帰ったんでしただ。P.S. イケペイさん、ラジオ祭りで死なすからよーは禁句ですよって別のやつ期待させていただきます。ではラジオ祭りでお会いしましょう。ちなみに名古屋の皆さんも来るのかなって。来ますよ、名古屋来るよ、うん、あ、じゃあめいちゃんは23日の初日に、うん、あー、これでか、参戦するってことだね。二十は朝から夜までぶっ通しのお仕事、うん、めいちゃん仕事してるんですね。一応なんかやってるみたい。ミュージックシャワーの時ツイッターが半端ないんですよ。何だ、夜の仕事だからじゃないかな。おかまば、いや、わからん。うわ、めいちゃんのおかまきついな。多分いないと思うな、ファンは。パンチ力半端ないと思うよ、めいちゃん。アランバペラの、うん、こっちのつかしゃとマジョンじゃねえかなって似てるさことは、いや、こったことは、まあ沖縄もたくさんの人いますからね。だからや、いろんな性癖のある人もいるから。今度はハゲバーっていうのつきたいわけ。あ、うん、あ、じゃあもうごめん、巻いていい、コステスさん、はい、いよいよ、はい、はい、はい、どうぞどうぞ、はい、バンナイスゴ、はい、こんばんは。はい、こんばんは。名古屋のキロピョンです。キロピョンさん。キロピョン、はい、はい。今日のテーマはクリスマスの過ごし方ということですが、まさしく私は皆さんに幸せを届けております。おそうです。お店でクリスマスケーキを作ってまーす。あー、ケーキ屋さんです。ケーキ屋なんだ。はい、ケーキ屋だね。かっこ笑いって、はい、読まないといけない。おー、いいよいいよ。まあ、はい。それ言うなや。普段は別、うん、あ、全然別の仕事をしているんですが、こんな私ももともとケーキ屋さん。おで、毎年クリスマスは重宝がられて先輩のお店でお手伝い、朝からせっせとケーキを作ってます。うケーキ屋だった時は朝も早いし体力いるし休みは少ないし自分が足りなくなってパティシエになったけど、きつい仕事だなって思っていました。ですが、はい、お客様のケーキを目にした時の嬉しそうな表情一つですごくやりがいを感じる幸せな職業であるんですよ。あ、これはねえって。
はい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 、ね、あるですね、あるんですよねって書いてあるんだからね。あ、はい、区切り方がおかしい。はい、やりやケーキ屋さんはもうあれだからね。キノピョンさん、ありがとうございます。ありがとうございました。あるよ、はい、若干目の下にクマを作りながら頑張ってます。でもそこだね、もう、あの時が番ですからね。だからケーキ屋さんは、ケーキ屋さんは一番忙しいからね。はい、行きます。はい、どうも皆さん、はい、今年もこっそりとラジオマッチに行きたかったアルファウィングケインです。あ、ケイン、はい、今夜のテーマはクリスマスの過ごし方といえば、うん、てんてんてん、クリスマスと無縁な期間が長すぎてほとんど一人で過ごすことが多いですねって。小さい頃は家族で過ごすことが多かったんですが、学生時代を含めて恋人同士とクリスマスを過ごした記憶はなかったです。とはいえ、クリスマスの楽しみはやはりサンタさんからのプレゼントやクリスマスパーティーで食べるチキンケーキが最高の、チキンやケーキが最高の贅沢なひととき、これに限ります。今年はくもじ局のラジオ祭りに披露される予定の番組 MC 陣による逃げ恥の恋ダンスが見たかったです。特に恋ダンスは俺もこっそり練習してて観客席から踊りたかったんですが、お仕事の都合により行けなくなったのが非常に残念無念です。年内でも YouTube か Facebook に恋ダンスの振り付け動画をアップロードする予定なので、気になる方は楽しみにしててくださいねって。ケインチャレンジャーだな。あとね、あ、今夜はギャラリーに行けないのでその代わりとして送った僕からのクリスマスプレゼント届いてますでしょうか。クール便で送ったものは浦添の某ポッカ札幌アイスクリームのクリスマス用パーティーチョコです。え、あ、チョコバ、あの、あった、あっちに、うん、なんだ、ケイン、ありがとう、もうごめん、まい、おー、ありがとう。当初は、クリスマスアイスケーキを送るつもりでしたが、スタジオ内で召し上がるにも食べやすく溶かすには時間と手間がかかる上にろうそく立てたりして保存などで困りそうだったため、一口サイズのチョコボールタイプならお手頃で食べやすいと思いました。うわ、気遣いよ、すごい、ありがとうね、ありがとうございます。はいはいはい、はい、次これまた待って、あとから電話するよ。はい、もうね、うん、電話する、電話する、あとからケインに。はいはいはい、オッケー、行っていい、うん、はい、フリームーンラジオにお集まりの皆様、名古屋の皆様、うん、東京から世田谷のコーラゼロです。あ、はい、コーラさん、こんばんは。今日は賑やかですね。さて、クリスマスの過ごし方、去年からパレット前でリスナー仲間とワイワイしてます、うん、今年も遊びに行きますよ。お目にかかれましたらゆたしくです。寒くないこと祈ります。では最後まで放送ちばってくださいね。はい、ありがとうございます。ミュージックさん、今年も参加されるんですね。すごいね、わざわざ、はいはい、去年も4回、5回、ね、来てるね。はい、じゃあ、はい、行きましょうね。はい、ガンガン行っていい、はい、はい、こんばんは、フリムーンの皆さんへ、はい、モーラです。あー、モーラさん、はい、はい、誕生日おめでとうございます。誕生日おめでとう。うん、もみそば屋でもずくグミからラブレーターもらったって。もらったよ、うん、クリスマスの過ごし方、孫の家でパーティーしてるはず、孫2人、長男のところです。 MC モーミーさん、センスルー節どんなだった、前半も入れるね、アンシェーって前半入れてあげてよ。見た人がいっぱいいるわけよ、これ、うん、だから。はいはい、次、はい、あるあるよ、はい、はい、あの、ハイサイ皆さん、こんばんは。はい、こんばんは、具志堅の志村けん。ちょっと、はいはい、テーマ聞き逃しでごめん。番組立ち上げからだんだん良くなってるさ、ウリヘア、今年も楽しい番組ありがとう。あ、はい、こちらこそ。ユーストリーム見ながら聞いてますよ。ああ、じゃあ来てるし。はい、ありがとう。はい。うまく調子ね。はい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 。次行きましょう。はい、こ、ハイサイフリムーンラジオの皆皆様、はい、グブリースサビラ、浦添のしんちゃんやいびー。しんちゃん、はいはいはい、毎週水曜日は楽しく聞いてますよ。今夜のテーマですが、柴田恭兵風に関係ないね。一人で島飲んでるさって。ちなみに。今度の24日のクリスマスイブは、34回目の結婚記念日だわけさ。ラジオ祭りに行くからね、楽しく聞いてるさねって。ミートンダでのろけに来ましたね。もう、またね、ラジオ祭りこれ、マーガレット丸々にしてるんですよ。はい、次。じゃあ行きます。ラジオネーム、一発ユーミーさんから。ユーミー、はい。フリムーンの皆さん、ゲストのピンキーポンキーさん、ハイタイ。はい。クリスマス3連休は仕事です。以上です。ではでは。お疲れ様です。お疲れ様です。仕事お疲れです。はい、次、はい、終わりです。終わり、仕事してた方がいいんすよ。なんだクリスマスって。いや、いや、せからしか、いやよ。クリスマスねえしゃましよ。なんか他の作った方がいいねえか、これもメンバーで誕生日ってこの日。でもぶっちゃけ俺、うん、あの雰囲気は好きですけどね、毎年、うん、あのやばいよ、クリスマスとかなんて、あの、うん、と誕生日とかよ、あんまり自分で言う方じゃないわけさ、うん、恥ずかしい。はじくさんば、テレア、うん、うん、本当よ。顔に似合わず、うん、あ、言わてない、はい、もう一分切るんで、あ、切る、もう、じゃあ、そうそう、来週のテーマ、来週のテーマいきましょう。はいはい、来週のテーマ、フリムーンラジオは過去を振り返りません。というわけで、来週のテーマは
来年の目標。おお、いいですね、前向きで。来年の目標。そうか、来週の放送が今年最後の放送ですから。そうです、最後の最後ですね。新年に弾みをつけるために。はい、うん、ですね、うん、じゃあはい、今日はもうバイバイしようね皆さん、うん、はい、はい、担当は、はい、あれゆうか聞いてるか、はいはい、はい、さいりんたろうマリン MC も自由すぎるだろ、先、はいはい、23、24は大沼公園行こうと思ってます。ホワイティでした。はいはい、23、24はまだ未定です。おエコザイルでした。はい、今年も仕事です。フリムの骨折ゆくしぶりしやらすけべいは、はい、はい、3週間ぶりに会ったもみさん、お腹いっぱいです。イケペイでした。じゃあまた来週です。やらみんたまー、あけてみん